サリチェレクこと上空を飛ぶ鳥彩天山は、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスの3カ国に共有されているユネスコの世界遺産リスト登録物件である。天山山脈西部の複数の自然保護区を内包し、生物多様性についての顕著な普遍的価値を認められて登録された。中華人民共和国から中央アジア諸国にまたがる天山山脈では、 その中国領内の自然が新疆天山として2013年の第37回世界遺産委員会で登録されていた。その決議に際し、世界遺産委員会は拡大登録への期待を二重決議に盛り込んでいた。ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスの3カ国による再天山の推薦は新疆天山の拡大登録ではないが、関連性はあるものと認識されている。 最初の推薦書は2014年1月31日にユネスコ世界遺産センターへと提出されたが書類に不備があって審議対象とはならなかった。完備した推薦書は2014年9月24日に提出し直された。この推薦を受け世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合は翌年に勧告を出したがその内容は登録延期を勧告するものだった。 さて、世界遺産の登録基準10項目のうち、自然遺産に関する基準は4項目ある。自然美、自然現象などに関わる基準、地学的特質や生命進化の記録に関する基準、生態系に関する基準、生物多様性に関する基準の4つである。新京天山は基準とで登録された。それを保管する意図もあって、採点山は、 基準と基準で推薦されていた。それに対し IUCN は、天山山脈は、基準の推薦理由とされていた、化石産地としての価値について、すでに登録されていた、化石産地の世界遺産に比べて、時期や多様性の点で価値を認められないとした。また、生物多様性の点については、さらなる研究の進化などによっては認められる、潜在性があるとしたものの、 推薦書の内容では認められないとしたのである。しかし、第40回世界遺産委員会では、逆転での登録が認められた。なお、この年の審議では、文化遺産でも自然遺産でも逆転登録が多く、その一員として、保全よりも新規登録を重視する審議に委員国が多かった可能性も指摘されている。ともあれ、点さんの登録は認められた。 ウズベキスタンとキルギスにとっては初の自然遺産となった。また、3カ国以上で共有される世界自然遺産はカルパティア山脈のブナ原生林とドイツの古代、ブナ林、サンガガー流域の3カ国保護地域、マッテン海に続く4県目、アジアでは初である。世界遺産としての正式登録名は英語、ウエスタン・ティエンシャン、フランス語、ティエンシャン・オクシデンタルである。 その日本語名は、日本ユネスコ協会連盟他が、祭典山としているが、西天山山脈や、西ティエンシャンとしている文献もある。なお、新疆天山の登録名とは、天山の綴り方が異なるが、これは国ごとの転写の違いによるものである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。植物賞については、 広く栽培されている種の野生種が多いとされており、世界遺産委員会の決議文では、アンズ、クルミ、サンザシ、ナシ、ピスタジオ、ブドウ、プラム、リンゴが挙げられている。そうした野生種の中には、絶滅危惧種のアルメニカウルガリス、気球種のマルスシエウェルシー、近気球種のユグランスレギアが含まれる。動物賞については、セイカーハイアブサ、エジプトハゲワシ、ユキヒョウ、 マダライたち、クロハゲワシといった希少な生物が生息している。構成資産は以下の7自然保護区13要素である。これは面積、名称とも推薦書の辞典と正式登録されたものとで変化はない。ありがとうございます。